2022年6月21日、埼玉県川越市にあるネットカフェにて立てこもり事件が発生しました。逮捕されたのは長久保浩二42歳、住所不定無職。すでにご存知の方も多いと思いますが、なんとこの男、今年の4月に釈放されたばかりという人物でした。その前科は今回と同じく立てこもり。なぜ彼は再び罪を犯したのか。それは、刑務所に戻りたいから。犯行現場から移送される際、その車内から報道陣のカメラを見つけると、そのカメラに向かって両手でピースサイン。そして建物内に入る時もどこか歓喜に満ち溢れているような表情をしていました。幸いなことに本件で命を落とした被害者はいませんでしたが、人質となった女性従業員は怪我を負っており、彼女が感じた恐怖は計り知れません。それでは本件について、現時点で分かっている事件の詳細について触れていきます。埼玉川越インターネットカフェ立てこもり事件。2022年6月21日夜10時頃、埼玉県川越市にある個室完備のインターネットカフェで事件は起こりました。長久保容疑者は会員カードを提示し入店。その後利用していた個室にいたところ、隣の個室を掃除していた女性従業員に声をかけます。ちょっといいですか。そのまま彼は女性が掃除していた個室の中に入り、そこでいきなり襲いかかり立てこもりました。その後いつまで経ってもこの女性従業員が戻ってこないことを不審に思った別の男性従業員が、これは何かあったのかもしれないと警察に通報します。女性店員が個室に掃除しに行ったきり戻ってこない。その話から事件性も感じた警察はすぐにこの店舗へと向かいます。するとすぐに何者かが店舗内でこの女性従業員を人質に立てこもっていることが判明しました。この時店内には利用客が長久保容疑者以外に20名ほどいましたが、誰も立てこもり事件が起きているとは気づかなかったそうです。その背景として、このインターネットカフェの個室は鍵がかけられる個室があり、長久保容疑者はその鍵がかかる個室に立てこもっていたことが挙げられます。そしてこの個室には利用客が従業員に連絡できるインターホンが設置されているため、異常に気づいた警察は女性が掃除しに行った個室にあるインターホンを使い、長久保容疑者と話をします。しかし彼はうるせえこの野郎と言い放ち、警察の説得に応じようとはしません。その後も警察は長久保容疑者に対し、女性を解放し出てくるようにと説得を続けますが、彼はずっと同じ調子で全く応じる気配はなく、またかといって要求などもありません。しかし立てこもりが発生してから約5時間後、日付も変わって22日の午前3時17分頃、ついにこの均衡が崩れます。長久保容疑者がドアを開けたところを見計らい、捜査員が一気に突入し確保、現行犯逮捕に至りました。女性従業員もすぐに救助され、軽い怪我をしていましたが命に別状はありませんでした。立てこもりをしたが何の要求もない。それでは一体彼は何の目的で犯行に及んだのでしょうか。それについては彼が逮捕された時このように話しています。人生に嫌気がさした。事件を起こせばまた刑務所に戻れると思った。つまり彼は刑務所での生活を望むがゆえに、何の関わりもない女性を恐怖に陥れたのです。そして彼は移送中、冒頭でも触れましたが、刑務所に戻れる喜びからか、報道陣に向け笑顔でピースサインという姿を残しています。また刑務所に戻れると思った。実は彼、10年前の2012年にも本件と同じように立てこもり事件を起こしていました。それが愛知県豊川市信用金庫立てこもり事件。愛知県にある信用金庫で彼は信用金庫職員5名を人質に取り、立てこもり事件を起こしました。当時の犯行動機は有名になりたかった、自暴自棄になっていたとのこと。またその立てこもりの最中、野田首相の辞任を要求する報道関係者を呼べと話しており、当時の野田首相をはじめ内閣総辞職も目的の一つだったようです。この件での裁判では懲役9年の実刑判決が言い渡され、2022年4月まで服役していました。ここで少し長久保浩二という人物についてその経歴を追っていきます。彼は長男ということもあり、幼い頃から甘いところがあったそうですが、比較的おとなしい性格で、同級生の母親は彼のことを素直な子だったと話しています。中学の頃には新聞配達をしていたそうで、その後は農業高校に進学、学校の行事や畑作業などを率先してやっていたそうです。その後は大学に進学するのですが、彼にとって人生の転機が訪れます。それは大学時代に結婚、子供ができたもののあっという間に離婚してしまったことです。そのことが影響してか女性トラブルなどがあったり、仕事を見つけたと言って家を出ていき、家族と疎遠になっていきます。そして当の本人は仕事についても長続きせず、なんとかその日暮らしでの生活。しかし実はこの頃から詐欺や窃盗を繰り返していたようで、愛知県での事件を起こす前に一時更生施設に入所していた時期もありました。更生施設を出た後は土木関係の仕事に就きますが、4ヶ月過ぎた頃に彼が突然姿を消します。そして起こしたのが愛知
知県信用金庫立てこもり事件だったのです。その後は先に触れた通り懲役9年の実刑判決を受け服役、そして2022年4月に刑期満了にて出所し、その約2ヶ月後に本件を起こしたのです。ここで罪を犯し服役していた受刑者が釈放された後どうしているのかについて触れていきます。まず釈放には2種類あります。一つが満期釈放で、もう一つが仮釈放。服役中の態度が優秀で更生する意思が強いと判断された受刑者が保護観察付きで服役期間より早く釈放されるのが仮釈放です。いずれにしても受刑者が釈放された後、まずしなければならないのが仕事と住む家の確保です。現在の日本では元受刑者が働き口を見つけやすいようにハローワークや企業と協力して就業支援を行っています。住む家に関しても同様に支援をしているそうですが、働き口そして住居ともに確保するのが困難となっているのが現状です。雇う側そして貸す側と考えると、やはり前科がある人物はいつまた罪を犯すのかわからないという心情なのが正直なところでしょう。しかしながら住居そして仕事が見つからない元受刑者は更生施設に入ることができ、食事と住む場所の確保ができます。更生施設では生活指導や就労指導を行っていますが、一定期間という決まりがあり、ここに長く滞在することはできません。また希望者全員が更生施設に入れるわけではないのが現状のようです。法務省の調べでは全犯罪のうち再犯率が 48%、 およそ2人に1人が再犯だったという計算になり、釈放後仕事に就けた人の再犯率は 7.8%、 それに対し仕事に就いていない人の再犯率はなんと 25.2%、 実に仕事に就けた人の3倍以上という結果でした。元受刑者たちは釈放される際、その所持金はわずか数万円と言われています。これは服役中に行った刑務作業で得られたお金なのですが、数万円であれば食事と宿泊代を考えると1ヶ月も持たないと思われます。つまり身元引受人や家族の家に住むことができない元受刑者は、出所してから数日中に仕事や住む家を確保しなければならなく、非常に困難な状況に放り出されると言えます。以上の元受刑者たちの釈放後の状況を踏まえ、本件の長久保浩二という人物について考えていきます。まず彼が2012年に起こした愛知県信用金庫立てこもり事件、こちらは2013年に懲役9年の判決が言い渡され服役し、釈放されたのが2022年4月なので、彼は満期釈放だったことがわかります。事件を起こす前、家族と疎遠になっていたことから身元引受人がいなかったのでしょうか、彼は数万円と少しの私物を手に刑務所を出ました。服役前から定職に就かずその日暮らしだった彼、その後に仕事や住まいを探そうとしたのかは分かっていませんが、本件を起こすまでの間はインターネットカフェを渡り歩いていたとのことです。そして彼の逮捕後判明したのは、逮捕時の彼の所持金が14円であったこと、そして犯行直前にカッターを購入していたことです。罪を犯せば刑務所に戻れる、これはつまり刑務所なら食事と寝床が確保できるという意味ではないでしょうか。見方によっては日本の受刑者に対する支援が薄いということが浮き彫りになったとも言える今回の事件ですが、もともと罪を犯さなければこのような境遇に陥ることもないという意見もあるでしょう。本件で人質となった女性従業員は、身体的には軽い怪我で済んだものの、精神的には今後の社会生活への恐怖心を植え付けられたと言ってもいいと思います。いずれにしても元受刑者の釈放後の生活確保が困難で刑務所に戻りたいから罪を犯すというのは本当に身勝手極まりない理由だと思います。しかしながらこういう理由で再犯があった以上、元受刑者の住む場所や仕事について何らかの改善をすべきなのかもしれません。長久保容疑者は最新情報にて死刑や無期懲役になりたいとも話しているそうです。それでは今回は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。